ハーバーハイウェイを含めた阪神地域の主な有料道路、ハーバーハイウェイは神戸港の六甲アイランドからポートアイランドに至る延長 10.5km の有料道路である。神戸港の主要な地区である六甲アイランド、マヤフ島、ポートアイランドを複数の橋梁で結び、不当間の交通円滑化を目的に建設された。道路法による道路ではなく、港湾施設として、 神戸市港湾局が管理する港湾法上の臨港交通施設である。神戸市港湾施設条例に基づき設置され、条例上の名称は港湾幹線道路である。不等間の交通円滑化という臨港道路の本来の目的に加え、阪神高速道路5号湾岸線と3号、神戸線の接続、5号湾岸線とポートアイランド、神戸空港。 三宮方面などをつなぐ役割も持つ。自動車専用道路ではないため、原付や 125cc 以下の自動二輪車も走行できる。制限速度は時速 60km。大阪湾岸道路、日清部のルート選定の際に本道路を編入する案も検討されたが、道路規格が低いため改築に多大な費用がかかり、改築中は、 他の道路の渋滞が予想されることから、本道路とは別に、六甲アイランドとポートアイランドを直接加強する、ルートが選定された。ハーバーハイウェイ全面復旧セレモニーハーバーハイウェイ、大型車、普通車とも、同料金、自動二輪車、原付自転車は、全区間無料2021年現在、ETC や、自動生産機、料金自動収受機は設置されておらず、 料金所職員に支払う。2000年から2021年3月28日まで、有料にもかかわらずマヤランプの出入り口料金所は20時から8時は、係員が不在となり、料金所に置かれた鉄製の箱に料金を投入することとされていて、遮断機もなかったことから、夜間時間帯は料金を支払わず通過するのが状態化していた。これが、 市議会でも問題視されたが、交通量の少ない夜間に全料金所に係員を配置すると、費用倒れとなることから、市場令を改正の上、2021年3月29日から2022年度に予定されている ETC の設置までの間、夜間に一区間だけ通行する場合は、無料とされた。回数券は、マヤ大橋と共通で、 一冊125枚綴りが1万500円、一冊300枚綴りが2万2000円であり、1区間通行する場合は1枚、2区間通行する場合は2枚、または1枚と、現金110円を収受員に手渡す。このほか、神戸港の振興策として、一定の事業者からの減免申請に基づき、別途規定枚数の通行券が交付されている。 阪神高速道路により3号神戸線と5号湾岸線との乗り継ぎルートに指定されているが、本路線の料金は別途支払う必要がある。2021年5月現在 ETC は導入されていないが、2022年度までに全ての料金所に導入される予定である。平成28年度新規事業候補箇所説明資料。国土交通省近畿地方整備局。 2021年5月22日閲覧。ABCDEFGHI 神戸開港150年の歩み。神戸開港150年記念事業実行委員会。2021年5月23日閲覧。ポートと六甲の両アイランド直結ハーバーハイウェイ開通兵庫朝日新聞。ABC ハーバーハイウェイ1年7ヶ月ぶり復旧。交通新聞。 P3 関西空港ポートアイランド間を直結住吉浜渡り線開通朝日新聞消費税率引上げに伴うマヤ大橋港湾幹線道路の使用料金改定について神戸市港総局2021年5月24日閲覧 AB 消費税率引上げに伴うマヤ大橋港湾幹線道路の使用料金改定について 神戸市公安局。2021年5月24日閲覧。AB。公安幹線道路通行料金の徴収時間の変更。神戸市公安局経営企画課2021年5月24日閲覧。AB。通行料7億円徴収漏れ神戸。ハーバーハイウェイ過去5年間。神戸新聞ネクスト2020年12月4日。閲覧。神戸。 ハーバーハイウェイ、ETC 設置まで夜間通行無料に13億円徴収漏れ。問題。神戸新聞。h t t p s w w w k o b n p c o j p スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ202012スラッシュ 0013929176.shtml2021 年5月22日閲覧 平成31年度当初予算における主要施策神戸市、ありがとうございます。